はい、いいですか、はい、FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いているメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からなるべくお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com、 ローマ字でメンヘラ数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、本日は3月6日月曜日、はい、はい、第25回の収録となっております、うん、はい、はい、こちら放送日が2週間後3月20日月曜日となってまして、聞いてる皆さんは3月20日に聞いてるかと思うんですけれども、はい、はい、今日まだちょっとなんか外肌寒いような暖かいような、なんかよくわからん天気で、そうね、ケタさんなんかその温度変化のせいか鼻水がね、うん、鼻声だねすごくねちょっと今鼻にね栓したままでちょっとおしゃべりさせてもらってるんですけどなんか喋り方変よね喋り方変っていうかなんかね、うん、ちょっとね今口呼吸でしかできない状況なんですけれど、うん、もうね今鼻にしてるさティッシュ今、うん、牛さんみたいな鼻にティッシュ入れてるんだけど、うんうん、マスクの下もね、こうそうそうそう、うん、ティッシュしてるんですけど、これねマジでこれ取るとねもう、うん、鼻水がもう本当にスチャダバダーって、ね、スチャダラパーって出てくる今夜はブギーバックって出てくるねブギーバックだからねこれ取れなくてねちょっと厄介してるんですよね。なんかもともと鼻炎持ちでね、うん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 、なんかホコリとか、うん、あとはそれこそさっき話したように気温の変化とかね、なんか温度差でちょっと温度差ね急になんかアレルギー的な感じで鼻炎がひどくなる時があって、うん、ちょっとねさっきまでは頭痛とかもあったんですけれども、そうだよね、はい、夏実さんがね心配してくれて、うん、夕ご飯ね一生懸命作ってくれましたね今日ね。あ、夕ご飯すいません、肉を焼いただけですいや最高の焼き加減だったよ、ありがとう肉を焼いもらった肉を焼いただけ、はい、美味しいお肉いただいてね、はい、牛肉を美味しくいただきました。なので今日はねお肉の力で、はい、30分短い時間ですが最後までどうぞよろしくお願いいたします。メンヘラトーク、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもどしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、では本日のテーマ、うん、募集してたテーマございます。本日のテーマは退院、はい、以前ね、なんていうのかな、入院エピソードを教えてくださいっていうことで、うんうん、入院のエピソードは失礼、入院エピソードはね聞いたことあるんですけれども、うん、退院エピソードをちょっと、うん、なんかあれば聞いてみたいなっていうことで、そうね、3月末ってこともあるし、あ、そう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 、3月ね卒業シーズンっていうこともあってね、メンヘラ的卒業は退院だろうと、とりあえずの退院かなと
そう、入学がイコール入院なら、ならね、卒業は退院でしょうというところもあって、うん、はい、退院エピソードを募集しましたところね、はい、意外となかったのかな、あんまり集まらなかったんですけど、うん、まあいくつかね、メッセージが2つほど届いておりますので、はい、はい、私の方で読ませていただきたいと思います。はい、はい、ラジオネームちょっと省略しよった漆黒さん漆黒さん、はい、あ、もう漆黒さんを名乗り始めました。赤月さん、ね、漆黒さんより、うん、はい、ありがとうございます。退院は寂しかったこともありましたし、やっと退院だってなった時もありました、うん、特にタバコが自由に吸えない病院は地獄でした。一回入院中に見ず知らずのおじさんに変な錠剤を渡されたことがあって怖かったです。錠剤は看護師さんに渡し、後日そのおじさんは院内で飲酒して強制退院させられてました。ちなみに僕の入院歴は4回です。最初の入院は周りの患者さんにも恵まれて楽しかったですとのことです。おじさん、そうね、怖いね、怖いね、変な錠剤を渡された、変な錠剤渡された、ちょっとまずいでしょ、まずいよね、何の錠剤かわからないものは飲まないに越したことないけどね。うん、そうね、ただのラムネって話じゃないしね。夏美さんを渡された錠剤何でも飲みそうだな。飲まないよそう、飲まないでしょう。ちょうど3週間前ぐらいいっぺんに錠剤飲んでんかった？飲んでないよ本当かな、ヘロヘロなってたような気がするけどな。お、飲んでない。夏美さんは特殊な訓練を受けていませんので。いやいやいや飲んでね、何回か、FM ギロワのこの収録をちょっとずらしてもらったりしましたよね。それ言う言うの言うよ。すいません、ごめんなさい。はい、OD はね本当に気をつけて、はい、うん、お薬はね、いただいたお薬は用法用量を守って正しくお飲みください、うん、正しくお飲みください。はい、本当に飲みましょう。よろしくお願いしますよ。はい、はい、気をつけます。はい、では、ラジオネーム、はい、夢をつかぽんさんからいただいております。つかぽんさん、ありがとうございます。はい、マジックが趣味な俺、うん、退院後に YouTube や SNS にマジックの動画を上げたわ、うん、目もうつろでただの不審者もちろんお蔵入り、俺の黒歴史ですとのことです。つかぽんさんのトーク面白いな、好きだよ結構よかったよかった、つかぽんさん喜ぶよ、受けるし、うん、まあね、退院後すぐはね、ちょっと、うん、あまり YouTube とかやらない方がいいかもしれない、ね、SNS ちょっと注意した方がいいかもしれないね。そうですそうです、なんか深夜のテンションみたいな感じでね、退院後のなんか危ないテンションってきっとあるだろうからね、うん、あるだろうね、そうそうそう、うん、なんか変な感覚になってるのかもしれないね。そうだはず。はい、夏美さんはちなみに退院エピソード何かありますか？夏美さんはね、はい、何があるかな、本当ね、退院が決まってたんですよ。1週間後私退院しますって言って、ほうほう、先生もはいいですよみたいな感じで退院が決まったんだけど、はいはいはい、その退院する1週間前にちょっとなんか病棟で何があったんでしょうかね、気に入らないことがあったのかな、うん、なんかちょっと暴れちゃったんですよ。はい、私なんかいつも暴れてるイメージつきそうだけど、うん、暴れちゃったんですけど、そしたら、うん、あの拘束されて、まあ、ね、暴れたらな、暴れたらね、うん、暴れたらね、ちょっと嫌なんだけど身体拘束をされて、うん、それで、1週間ぐらいされたかな、1週間されて、その退院の当日、そう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 、退院の当日30分前にしか拘束外してもらえなかったの。あ、もう退院するギリギリまで、ギリギリまでちょっと縛られた状況そうそうそう、途中でさ、あの、なんだろう、途中で一回ずっとトイレもベッド上だったのねはいはい、はい、トイレもベッド上だったんだけど、あの拘束されてる時って先生の許可でさ、結構さ、なんか判断で決まるわけ、いろいろなことが、はい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 、それでじゃあトイレは看護師さんと一緒に付き添いで拘束外して行っていいですよみたいな、はいはいはい、そういう判断が出て、うん、で1週間の真ん中ら辺かな、そこら辺で
あ、じゃあ看護師さんとちょっとトイレ行こうみたいになって、うんうん、絶対トイレに行くだけだからねって看護師さんにも念を押されて言われて、で、はい、わかりました、トイレにだけ行きますって言って、うん、一緒にトイレに行ったんだけど、うん、もう高速外れた時の嬉しさ、はいはいはい、高速外れてもうイヤホーイってなっちゃって、うんうんうん、イヤホーイってなっちゃったから逃げたのね、逃げたっていうか廊下をね逃げて走って行ったの、うん、それでちょっと待って夏美さんみたいな後ろから、うんうん、でもその廊下って結局うーんなんていうの閉鎖病棟だから、うん、中で繋がってたのよ、はいはいはい、でぐるーっと回って、うん、結局ゴールみたいな形で捕まって看護師さんに、はい、もうこれじゃあ外せませんってことで、その日からトイレもベッド上にまたなって、うん、なんでそういうことするんだろうね、本当ね、本当だよね、あの拘束されるの嫌って言ってるやつが拘束されるようなことをばっかりしてるからね俺本当はされたいん違うかなって思う時があるんだけど、ね、いやいやいや全然本当嫌いですよ、だから なんで暴れちゃうのかな、暴れちゃうとかさ拘束されるようなことしちゃうのかな、うーん、なんか抑えられないんだよね、抑えられなくてさ壁とかガンガンって殴っちゃったりしてたんだよ、あ、感情的に暴れるって言ってもあの人にガッてやるわけじゃなくて互いってやつ、ね、うんうん、そうじゃなくて私はね、私はそうじゃなくて、うん、ちょっと壁にパンチしたりとか、うん、ちょっと助走付きでパンチしたりとか、まあ、要はパンチなんだけど、まあ、自傷行為に等しいからねそれはね、壁に壁を殴るっていうことは自分も痛むから、そうそうそう、まあ場合によっては捻挫、まあ悪ければ骨折、ひびが入ったりとかさ、おう、そういう恐れがあるってなったら、うん、それは止めてもね、たとえわーってやっちゃうんでしょ、うん、そうなったらね、どうなんですか、ね、うん、まあ話聞いてあげるにしてもね、人数が少ないからそう一人の患者さんに、うん、時間割いてられないだろうしね、うん、ちょっとこの辺ねややこしいんだよね、この辺ちょっとぐじゅぐじゅしてるよね、うん、一般の人にだったら暴れるなよって言われる、言われるところだよね、うん、高速はいけないじゃないけど、うん、寂しいです、そうそうそう、辛いですって言っても、うん、いやお前が暴れてるんだからしょうがないでしょみたいなさ、うんうん、そうなっちゃうからね、そうなっちゃうなっちゃう、言われがち、そうそう、そこを夏美さんはねどういうふうに説明していくかが今後ね、うん、いろんな場面でね校則のことを話してくださいって言われる時が、まあこれまでもあったしこれからももしかしたらあるだろうけど、うん、そこはなんかちょっと考えていった方がいいかなって健太さんは常に、ね、感じてるところで、うん、そうだね、そうそうそう、夏美さんの校則はしてはいけないっていうこのなんていうのか訴えだけが一人歩きして、校則、うん、されるまでに至ったストーリーが出てきた時に、うん、いやお前が悪いやしっていうね、そう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 、そういう叩かれ方、叩かれ方した時に、うん、果たして夏美の精神が持つのかというねまたそれで心病んで入院ってなって拘束、うん、されると、うん、どんな負のループよ、だからさ、まあだからその辺はねちゃんと考えて今後ね、うん、どういう風に訴えていくのか、うん、どういう風にしたら精神科での強制的な、治療というか、うん、あれをねちょっと少しでも少なくできるかっていうのがねとても課題になってると思うんだけど、そうそうそう、辛いんだったら暴れてる時にどういう風にするのが正しいと夏美さんは思っているのかっていうところをね、うん、ちょっとなんかもっとね、まあでも、うん、こっちのね、こっちのね意見ばっかりね、うん、そう縛られた縛られたって言ってでもお前暴れてんだろうみたいな ね、だからこっちの意見ばっかり縛られたっていうんじゃなくてね、やっぱ医療者側の人たちともちょっと話したいね、そういうところちょっとなんていうのかな、討論じゃないけど、うん、討論っていうかまあ、うん、そうお話ししたい、ディベートってやつ、お話し合い、ああはいはいはい、で、すり合わせていくというか、そうそうそう、うん、じゃあこういう時どうすればいいのかっていうのを一緒に考えてい
ってほしいなと思う。あの本当もう誠に勝手ながらそう、まあ、だから結局さ、お前暴れんなよっていう話になるんだよやっぱり。まあなるんだけどね。でもね、症状、まあ症状として暴れないと落ち着かないというかね、そういう風に出る人もいるのはいると思うから、うん、そこをどう見るかだよね。暴れたくないけど暴れてる人がいる、うん、なんかこの辺ちょっとややこしいとは思うんですけど、その暴れたとてまた、そして、うん、あの選択肢が一つしかない、拘束しかないっていうのもちょっと、それもちょっと問題じゃないかなってちょっと思うんだよね。あ、まあね、うん、薬打ったりね、鎮静剤というか、うん、まあこの辺は本当ね、意見がいろいろと分かれるところだと思う。そうだから、みんなで話をしたい。健太さんはどちらかというと暴れなきゃいいじゃんっていうタイプではあるんだけどね。それ止められるからよね、絶対ね。だからこの辺はね、ちょっとたまにね、夏美さんがあのいろいろ喋ってる時にね、うん、どっかでいつかは叩かれる日が来るだろうなと思いながら聞いてはいるんだけど、ね、うん、私も叩かれるんだろうなと思いながら喋ってますまあ実際ね、ちょっとちょこちょこトゲは刺さ出てきてはいるけどね、うん、まあいろいろ考えてちゃんとね、自分の心も守りながらやっていかないといけない部分があるからね、はい、はい、今後この辺はよく考えてやっていきましょう。はい、はい、ではこちらからは、ここからは、はい、楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい、はい、本日紹介させていただきますのは、うん、堂村理優さんで精神疾患という曲です。うん、はい、こちらつかぽんさんに教えてもらって聞いた、アーティストなんですけれども、うんうん、はい、ぜひお聴きください。はい、はい、お聞きいただいているのは堂村理優さんで精神疾患、うん、はい、退院だからね、退院をテーマにした曲で、退院をテーマした曲とか、ね、精神的な、はい、うん、僕らはね、一応精神疾患ということでね、うん、はい、やっております。でやっぱりね、さっきもちょっと高速の話する時の話題に触れたけども、うん、うん、どうすりゃいいんだい、だからどうすりゃいいのかな。ま、夏美さんの周りに集まってくる人というかさ、うん、まあ、基本的には、病院での、うん、まあ、最近だとね、虐待のニュースとかもあったじゃん、うんうんうん、ああいうのが行われてる場所での、なんていうかな、安易な、身体拘束で、身体拘束が長期化している問題、うん、何日も何日も長い身体拘束に関しては確かに問題ではあるっていうのはね、うん、あのまあだから訴える角度としては、うん、まあ、暴れたのは悪いと、で暴れるから身体拘束されるのもまあ重々まあ百歩譲って良いと、だって暴れてるわけだから、まあわかる、うん、そうそうそう、ただその期間をそんなね、1週間も2週間もやられて、あの反省はするけどさ、うん、そんなもん1、2時間でも十分反省するじゃん。1、2時間でも嫌だよ、やっぱ拘束って本当に。いや、嫌なのは嫌なのは分かるんだけど、うん、反省はするでしょ。ああ暴れてしまったからこうされたんだって、うん、あ暴れなければよかったって思ったりもするわけでしょ、なんで自分暴れちゃったんだろうとかさ、うん、だからそこで言ったらちょっと冷静になってるわけじゃん、うん、縛られてる人って、うん、だから何日もさ継続して身体拘束をするんではなくて、今国連がねちょっと訴えてる、なんていうか何時間おきに、うんうんうん、あのちょっと、 ちょっと作戦会議じゃないけど、そうそう、ミーティングを持ってさ、うん、あの関係者というか、病院関係者を呼び、縛られてる当人と話を持って冷静になってるようだったら外してあげるみたいなさ、うん、そういうもうちょいあの短時間で済むような、だってやっぱり
ね、さか壁を殴ってたって言ってさ、うん、怪我する恐れがあるからさ、うん、やっぱ歯がいじめにして、まあ言ったらこれも法則ではなるんだけどね、うん、あのそういう自分を痛めつけないようにっていう意味である種の優しさでもあると思うのよ、ね、ちょっとね法則って、うん、まあ気をつけろよっていうところね。ただそれがね何時間も続くとっていうのはあるんだけどね。はい、お聞きいただいたのは道倉龍さんで精神疾患でした、うん、はい、こちら2022年5月に配信リリースされた楽曲で、こちらアーティスト道倉龍さんは1998年1月生まれ24歳のソロアーティスト、うん、兵庫県淡路島出身で18歳の時に大学へ通いながらツイキャスや YouTube を通して歌ってみたを投稿し歌い手として活動を始めたそうです、うん、はい、歌い手としての活動からオリジナル音源制作への活動へと路線変更し大学を2年の冬に中退して関西から上京を決意、うん、YouTube を主な発信拠点として大阪、東京でライブ活動に専念していると、うん、ファンからは精神安定剤のようなアーティストと呼ばれているそうです、うん、はい、でインタビューの際に自分の楽曲に共感してそれを聴いて行きたいと思ってくれる人をもっともっと増やせたらいいなと思っていますと語っておりまして、うん、道倉龍さん自身もなんかお仲間な感じはするのよね、うん、なんかなんていうのかな、 YouTube に投稿したり、うん、いろいろやっていく中でちょっと精神的に疲れちゃってちょっとお休みしたりとかもあったりするみたいなんで、うん、だからまあ塚本さんもなんかそういうところに嗅ぎつけたんじゃない、もしかしたら、うん、どうかもそれでちょっと好きになったのかな塚本さん、うんうん、他にもなんかいい曲が、道倉龍さんあるそうなんで、うん、ぜひ聴いてみてください。はい、はい、はい、メンヘラジオエンディングです。はい、はい今日ちょっとね花火がね大変してるんですけど、なんかぼーっとしててね、うん、ちょっとこれも時間少し大幅めに喋ってると思うんだけど、うん、なっちゃん、ね、気づいてた？気づいてたよ。その時はなんか俺に止めたりもう流しちゃったりしていいからね。いや、そんぐらいしないとオーバー、ここまで喋ってオーバーしましたとかなっちゃいますから。何回もこうやって。いや、全然気づかなかったのよ。あ、ごめんごめん、はい。まあ、ちょっと高速な話でちょっと盛り上がってしまった。はい、これそのまま流すと思うんで、実際に、なんていうのかな、オンエア、月曜日オンエアされた時、うん、ちょっと切れちゃってるかもしれないですけど、うん、まあそこはまあ大目に見ていただければ。すいません。はい、FM ギノワンさんに、最後の方はちょっとお任せします。はい。はい、ここから続けて、取り直しする、鼻水の調子がね、鼻の調子がないんで、ないはい。本日は申し訳ありませんが、はい、はい。中途半端に終わる可能性はあるんですけど、うん、はい。なんかちょっといろいろ話しちゃってごめんね。大事なことだからラジオで話すことじゃなかったかもね。いやでも大事なこと、ラジオ聞いてくれてる人がいると思いたいから。ああ、ほんとね。うん。あ、なんか、二人でいるときには意外と話してなかったかもな。うん。あ、いやでもびっくりしたよ。ちょっと拘束がある意味優しさであるみたいなことはちょっとびっくりしました。あ、ほんと、うん、俺はなんか思ってたよ。あ、ほんと、うん、実はね。優しさとは思えないな。ああ、された側からしたら多分。ああ、そうなのか。まあ、じゃあ気をつけないと傷つけてしまうっていう意味ではそうじゃないのかなって思っちゃったりしたんだけど、この辺はね、やっぱりさっき夏美さんが言ったようにね、いわゆる看護師さんとかお医者さんとか、うん、そういう拘束を、まあ、した側の、うん、なんていうのかな、話もちょっとやっぱり聞いてみたいよね。そうそうそう、だから一緒に話がしたい、うんうんうん、みんなでどういう
視点を持って、うん、患者さんを要は縛ってきたのかな、うんうん、結構ね、縛るのもつらかったっていう感じの返事だと思うな。ああ、まあそうだよね。ごめんねって言いながら縛られたこともあるからさ、私。うん、うん、うん。まあ、ごめんねって思いながらやってるっていうのは、まあ、つらかったんだろうけど、うん、どういうね、なんていうのかな、ルールのもとというかさ、うん、やってるのかとかさ、うん、基準みたいなのも聞けたらいいなと思う。そうだね。なんか一方的にね、こっちから高速はしんどかっただけ言ってたらそれは叩かれるよな。そうそうだからあっちの意見とかあっちの気持ちも聞きつつ、ね、聞きつつ、なんか私は別に争いを起こしたくてこの高速反対とか言ってるわけじゃないから、聞きつつね、なんか、うん、いろんな方向で下側も嫌なら嫌だし、された側も嫌なものなら、うん、どうにかなくすというかね、ちょっとお互いの妥協点をつかめるところでやっていけたら、じゃあその方向でいきましょう。はい、では、今週のメンヘラジオはここいらでお開き。はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。大丈夫じゃないね、ちょっとぼーっとすあれだね、ごめんね、うん、ちょっと喋りすぎちゃったみたいな。いいよいいよ、全然もう見てなかった。はい、皆さんありがとう。ぼーっとして